今回も VO をガードされて終わりだなど強気なセリフを言いながら祭壇コン食らって死んでいくのが結構シュールなんで、次の収録時には一か八か的な命乞い感出てるセリフにしてほしいです。なるほどね、まあ、気持ちはわかる、言いたいことは大変よくわかる。まあ、これあのネタにマジレスしてもしょうがないんだけど、やっぱね一か八かの命乞い的なベールオフのセリフちょっとね、やっぱなんていうんですかね、よくないよねよくない。俺はね格ゲーの、あちょっと話それるんですけど、俺結構その格ゲーのキャラのボイスってツッコミどころがねあった方がいいと思ってる派なんですよ。そのなんだ、声優さんの演技とかはすごいベストなものをもらって違和感なくかっこいいのが流れるべき、それはまあ変わらないんだけど、格ゲーをすごい慣れてきてそのやり込んでいくと、このセリフなんかおかしくない、おかしくはないんだけどたまに笑えるなみたいなシリアスな笑いが発生するやつって結構意図的に入れていて、なんつうのかな、話題性があるというかさ、面白いじゃん。おるやん、ここにちょうどいいキャラが。あ、ちょっと待って、これヒットボックスで出せるかな、俺。出ねえ。ごめん、ちょっとあのね、出ねえ。あの、音声だけ流れればいいんだけど。あ、ちょっとボタンが違う。あれ？これじゃなかったっけ？こいつって。あれ？どれだっけ？いや、これだよな。あ、ちょっとこれ。これね。まあ、声聞こえてるかどうかわかんないけど、一撃必殺こそ我が心情よっつってこう殴るんだけど、めっちゃ多段ヒットしてるじゃん。一撃必殺とは出ねえんだよマジな。一撃必殺4ヒット5ヒットみたいな感じで、お前一撃必殺どこ行ったよみたいな。元というかさ、例えば俺がすごい好きなやつだとメルブラのナナヤがさ、ナナヤの強制解放のセリフみんな知ってます？仕留めるかっつってすげえかっこいいセリフとともに死んでいくんですよ、あいつ。自殺するの、あのキャラ。メルブラのナナヤ使ってた人だったらわかると思うんですけど、あの、仕留めるかって言ってすげえかっこいいボイスで強制解放するんだけど、攻撃範囲があまりにも狭くて、まあ大体空振りして、あの、目の前で爆発して死んでいくんですけど、あのキャラ。あれがね、その当時プレイヤーとしてやってる時にめちゃくちゃ面白くて、仕留めるか、うわーって死んでいくのが、やっぱね面白くて、なんていうのかな、そういうのが好きなんですよね。なんでいいかっていうと、それでこう、対戦相手と自分とで、なんかね、話題性があったりというか、ネタにできたりするみたいなのが面白かったかな。まあ、みたいな。まあ、そんな感じのがあるんで、その終わりだーっつって死んでいくのは、あの、まあ、ある意味意図的なんで、なんだろうな。まあ、俺はね、こういうのが好きですという感じです。一か八かのセリフが出る強制解放やばいよな。頼む当たってくれ！ボーンみたいな。頼む当たってくれじゃねえんだよ、みたいな。まあ、でも、とりあえず大事にしてるのは、キャラクターとプレイヤーの一体感みたいなとこなんで、まあ、一か八かの方がいいかもしれん。もしかするとね。もしかするとだけど、SSVD、SSVD、首席異端審問官、ウィラード・エッジライト、これが最後の刃だ！灰は灰に。ちょっとね、SSVD、首席異端審問官、ウィラード・エッジライト、これが最後の刃だはね、やっぱ好きなんですよね。SSVD、首席異端審問官、ウィラード・エッジライト、これが最後の刃だって、こう、必殺技のボイスにしていいセリフの長さではないよ。ダメだよ絶対それは。さすがに長すぎるでしょ。そう、黄金無双曲のミラード・H・ライトさんの必殺技です。
You are awesome. I love your games. Oh, thank you so much. Thank you for playing my game. ありがとう。二の内いらず第9割削る。スパ4のダットリーの HP ミリで出す EX 黒缶の隙など存在しないからの当て身成立後に暗転しながら飛んで死んでいく。あれね。隙しかなくて、弱くて、みたいなやつね。はい。まあ、とりあえずそんな感じです。ご質問いただきありがとうございます。